どうもこんにちは、ナッチでございます。本日は5月の12日も水曜日です。ウェンズデー来ました。いやー、突然来ました。僕がですね、たまたま今日ツイッターを開いてるタイミングで、なんかね、リプランにね、アルテミスがみたいなリプが3件ぐらい来てて、本当にちょうどね、その公式動画が上がったタイミングで、僕はたまたまスマホをね、触っててね。まあ、いつも触ってるんですけど、たまたまそのツイッターを開いていて、いち早く知ることができました。こちらです。サムネイルにもなってると思うんですけど、超転生アルテミスさんが、やっと来ました。長かったですね。もういつ来てもおかしくないみたいな状況1年ぐらいあったと思います。実装は明日で、で、まだデータ入ってないんで、動くアルテミスを見たい方は、公式動画を見てください。ちゃんとね、ポニテも揺れてるし、なんか弓撃っちゃうし、三日月出ちゃうし、流星降ってくるし、待った甲斐がありましたね。もう可愛いし、かっこいいし、いい要素がてんこ盛り。アルテミスらしさが出てると思います。足立さんに感謝です。イラストを描いてくださった足立さんにも感謝だし、もうパズラを作ってくれた山本プロデューサーにも感謝だし、もうガンホーの社員さんにも感謝だし、僕を産んでくれたね、お母さんにも。このような全てに感謝したくなりました。一応ね、図鑑写真も出しておきますね、横に。この画面ちょっと見にくいと思うんで。タイプは攻撃体力神。ステータスは、ちょっとね、攻撃タイプにしては攻撃力低めかなって思います。スキルは覚醒と変わらず、ルナティックストームなんですが、これがなんと8ターン目覚めに変わっております。一人でループできちゃうんですね。欲しかったんですよ、こういうキャラ。ネルギガンテみたいな。あいつできたっけ？レナードみたいな。このキャラ欲しかったんだけど、まさかまさかこんなね、アルティミスチャンでできちゃうとはね。そしてリーダースキルは貴族性の HP1.5 倍、木の2コンボ以上で半減、7コンボ以上で15倍、固定100万ダメージ。7コンボで固定100万っていうのは初らしいです。なんかフェスゲンヒロインのパティちゃんが最初コンボでね、追い打ちって性能だったんですけど、なんかバグがあったのかね、発動しんかったらしい。ゲーム上で。だから、急遽変わったんですけど、アルテミスは、それが、付けられたと。バグ直ったんですかね。ありがとうございます。そして、覚醒は、昔、アルテミスはね、暗闇耐性を持っていたんですが、それが超暗闇耐性になって、スキブも超覚醒込みで5にできます。火力出したいときは7コンボ強化もありますし、まあ、たこ焼きもね、つけれますから。あとは、個人的にはもう暖房つけて、ね、周回に使ってあげたい。そういう考え方もできちゃいます。で、スキルの強化内容をご覧ください。なんと、ルナティックストームしか強化されておりません。なんでだ？アレスとかどうした？今月も公式放送ないって言ってたんで、まあ、もし今月仮にその月末にさ、オンラインガンフェス的なさ、ね、毎年ありましたから、メッセね、幕張メッセで、5月末といえばっていうイベントがあったと思うんですけど、まあ、それがない代わりにオンラインでやるよ、そこでめっちゃ強化発表するよ、その時アレスとか強化するね、だったらわかるけど、ないんですよね。アポロのタイミングで全員一気にやるんですかね。てかね、アポロン来るタイミングで武器化しそうなんですよね。ありそうじゃないですか。ブローチとか、あの辺。もちろん作るんですけど、それが来るかなっていう気もしてます。だから今回ずらした感がね、ありますね。まあ、他の強化はどうでもいいです。どうでもいいって言っちゃ悪いけど、霞んじゃいます。ちょっと今日は。そう、今回はね、7キャラ進化があったんですけど、4キャラが足立さんだったんですよね。バールもかっこいいし。濃いね、バール。バールは個人的にシャキーンってやつ。語彙力のなさ。丸部持ってるやつ。あれが好きなんですけどね。で、晴れて海山を進化してね、ガチャ5回引くやつで出ても、まあ、きっと戦力になってくれるでしょう。で、オイフェがなんかママになってんだよね。なんか子供がいるんだよ。子供担いじゃってんだよ。オイフェママだったんだっていう。ルーさんも結構かっこいいですね、なんか。ゼウス感が出たよ。突然怒らせてはいけない感じになったよ。クロノスだったかな。クロノスもなんかめっちゃ強そうになってるし、個人的にヘスティアがちょっと天の聖杯感がね、あるかなって思っちゃいますね。あ、こんな風に見れたんだ。これ素晴らしいね。はい、現在の僕のアルテミスの所持数64の30、30、30、39、60ということで、とりあえず1面分ね、転生を超転生にしても転生1面残るし、超転生1面できるっていう状況ではあるんですよ。で、進化前とか、あ、でも、100はちょっときついか？一面残しながら。64で今34でしょ？ 64の100はちょっと足りないっすね。足りないんだ。結構ね、アルテミスの数には自信があったんですけど、これでも、超転生100作るのは二次メダルとか以前に、そもそも足りないんだ。なるほど。今後の課題ですね。
理想としてはもう全部30、30、30、30、30、100、これをちょっと当面の目標にしていきましょう。ってことで今ですね、こちらレアガチャ滞在流にいるんですよ。まあ、確率なんと 0.76 っていうね、ちょっと1点狙いには厳しい確率ではあるんですが、僕アムリニアの武器をまだ作ってないので、これ狙いつつ、いや逆アルテミス狙いつつアムリニア引けたらいいなっていう配信をね、この後、この動画が上がってるのが多分8時ぐらいかな、今19時なんで8時9時前とかだと思うんですけど、その後にやると思うんで、もしね、この動画リアルタイムで見てるっていう方はぜひ配信にも来ていただければなと思います。とりあえずね、使ってみたとか進化させてみたは明日以降しかできないので、まずは数を増やそうという感じです。本格的なお祝いは明日やりましょう。ということで、以上、超天才アルテミスの進化決まったよっていうお話でした。一回だけ引くわ気持ち、もしかしたら奇跡起きるかもしれないからね。金でいいんだよ、せーの、はい、悪かねえとこ引いたな悪かねえな。はい、こんな感じでガチャ頑張りますんでよろしくお願いします。以上、夏でございました。バイバイ。